本日は、この夏の、私の出番等々の告知をさせていただきたいと思います。まずですね、7月15日上方伝統芸能ナイト、初心者のための上方伝統芸能ナイトでございます。7月15日、開演が16時からで、山本能楽堂です。徳井町山本能楽堂で、いつも出させていただいている、公演なんですけれども、今回私地唄の、狐の嫁入りを回せていただこうかなと思っております。もともとうちの息子が舞いました狐の嫁入りが、英二郎さんの振り付けで、先日あの舞踊会で舞仙会でやらせていただいた狐の嫁入りがうちの楽所さんのおっさんの振り付けで、今回、舞うのは、若重さんのおっさんの振り付けの作品になりますので、また全然別のものですので、どうぞお楽しみにご覧くださいませ。そしてです、次々いきます。その前からもう始まります。OSK 日本歌劇団、レビューロード2025、これ、17日までです。クールジャパンパーク大阪 TT ホールっていうの、森田宮にある、ここでの作品なんですけれども、春夏秋冬という、日本もののショーを、私作らせていただいてちょっとお手伝いしておりますので、もし興味がございましたら、ご覧くださいませ。14日から17日月曜日までです。どうぞよろしくお願いいたします。そして、7月22、23日、4年ぶりに開催されます添右衛門町夏祭りでございます。添右衛門町は相生橋の橋の上で、毎年私回せていただいてた、お祭りなんですけれども、今回久々に4年ぶりに開催されます。私の出番が22日土曜日の、7時過ぎかな、19時過ぎだと思います。例年通り、空の会の連中も来てくれるかなっていう感じです。ちょっと稽古の都合がまだ今はっきりしておりませんが、私は回せていただきますので、これ無料です。通りがかりでね、見ていただけますし、少しなんかビールとかなんか美味しいもの食べながらでもご覧いただけるような、本当にお祭りでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして、7月30日です。この愉快な仲間でしょうって、もうこれ、何回目だ、第6回目ですね。観世流能楽師手方の山本博光さんと、桂吉坊さんと私とで、6回目でございます。豊中不動尊で、あります。7月30日の14時開演です。今回は、テーマが酒かな、お酒にちなんだ曲を、私と博光さんは、回せていただいて、吉坊さんは何かそういう、お話をされると思います。あとはなんかなんとなくうだうだトークという、いつもの感じでやらせていただきますので、7月30日の14時開演です。豊中不動尊でどうぞよろしくお願いいたします。そして、まだまだ続きますが、これは毎年やらせていただいております近鉄アート館での阿部の歌舞伎空の会でございます。今年もちょっとお手伝いさせていただいておりまして、肥後の小曲げたという、お芝居、これ再演です。この間もらった松尾芸能賞というのの、賞の受賞理由の中に、この作品の成果が入っておりまして、ちょっとなんか思い出深いと言いますか、そういう作品でございます。大変珍しいんです。なかなか出てない作品なんですけれども、絶賛今稽古ちょうど、2、3日前から本読みも始まりまして、これから徐々にこの夏を乗り切って稽古をして、みんなで一つの作品を作ろうかなと思っておりますので、8月3日から6日までです。4日間の公演でございます。近鉄アート館です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、
その前に8月の6日に、これ今まだチラシがないんですけれども、文楽劇場ショーホールで、うちの妹の毎年の浴衣会がございます。私は何を舞うのかな、多分狐の嫁入りをもう一度舞うのかな、なんかそんな感じだったと思います。すいませんがどうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、この8月11日ね、舞踊名作集3、これは東京です、すいません、東京の国立劇場のさよなら公演です。今の国立劇場を建て替えということでさよなら公演の、舞踊会がございまして、ここで私2時からの公演に、歌右衛門狂乱を回せていただく運びとなりました。多分ね、次の国立ができる時があと6年とか7年かかるとかって言われておりまして、その頃に衣装付けでは無理かなっていう感じで、いろいろと相談して今回回せていただく運びとなりまして、去年の8月の御用会で待って以来ですから、まあ1年ですよね。はい、いつも言います、今回で舞い納めたいなと思っております。ちゃんと取れればこれがまたね、そんなことを言うとプレッシャーなんて取れないのかも分かりませんが、はい、歌右衛門狂乱、また今二枚扇の稽古もしております。どうぞ、8月11日、2時と5時の2部構成なんですけれども、私が出させていただくのは、2時からの公演でございます。大阪の方、この関西上方系の方ね、お盆で大変な時期でございますけど、ぜひとも東京までお運びいただければありがたいでございます。よろしくお願いします。そして、これも一つまだチラシが手元に届いておりません。上方歌舞伎会です。国立文楽劇場で催されます上方歌舞伎会、8月の25、26の2日間、国立文楽劇場の方であります。これに、釣り女が出ておりまして、私が振付担当ということで少しお手伝いをしておりますので、これもまたどうぞよろしくお願いいたします。そして最後でございます。日本舞踊キャラバン山形公演です。実は我々が所属しております公益社団法人日本舞踊協会で、今年度、日本舞踊の、キャラバン、全国の回る公演を、11箇所回ることが決まりまして、それの第1弾がこの山形公演でございます。8月の20日日曜日、天童市市民文化会館大ホールにて行われます。時間は2時からでございます。8月20日、午後2時からでございます。日本舞踊キャラバン山形公演でございます。これに、うちの妹が、井上流の井上陽子さんと2人で、うちの、山村流の地唄川津を、回せていただくことになっております。もしね、これ見てて山形の方とかがおられましたらどうぞよろしくお願いします。それで私の周りというか大阪このね関西圏の方で山形の方にお知り合いがございましたら、なんとかちょっと宣伝していただきまして、皆さんでご覧いただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この、日本舞踊、キャラバン、まだまだ11箇所ですから、いろいろと回らせていただくのですが、これまた詳細は、おいおい、とこの YouTube でも、皆様にお知らせできればなと思っております。こんな感じで、この7月8月ちょっとバタバタとさせていただいております。この他にもまだいろんな振り付けとか、ちょっと頼まれている仕事なんかですごくおかげさまでバタバタしておりますので、いろいろとこの YouTube もちょっと滞ったりするかも分かりませんが、その件はちょっとお許しいただきたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。